71番職人歌合わせ34番に描かれた医師医師は律令成果の日本における転役寮の職員の一つ。17医師と相当で定員10名。胸中の諸人以上の疾病、草症の治療にあたる。また、5以上の貴族に対しては往診も言った。医師になることを希望する者は13から16歳くらいで異性として転役寮に入学し、 教養課程2年及び専門課程を経た後、卒業試験と民間試験を受けて合格した者が最初に認じられる感触である。往診を受けた貴族の家では、往診に来た医師の生命と治療のよし悪しと治癒状況について、区内省に届け出て、その報告をもとに6年ごとの勤務評価を行った。治癒率7割以上は、上、5割以上は中、 それ以下は、下と判断され、6年間の平均が上に達すれば、1回を2回上げられ、中であれば1回上げられ、下であれば解職された。また、ここでの実績が評価されて、転役量内の上位の官職に認じられたり、F などに所属する武漢医師に転じる場合があった。ただし、転役量及び、医師の規定は、民間の医師の存在を否定、禁止するものではなかった。 民間の医師は、里中医と称せられ、礼儀家の国礼部分において、囚人が病気にかかった際に里中医を呼んで治療に、当たらせ、装飾物をその費用に充てていたことが記されている。ありがとうございます。